ロードクラジオ番組エンジェリックリンクサイドストーリーの時間です今回ルシフェル役ミタカリンがお送りしますゲーム本編でお楽しみいただいているエンジェリックリンクのメインストーリーはアニメ 私、能力は平均値でって言ったよねの原作者、船先生書き下ろしの世界観設定プロットが原案となっています。この原案からエンジェリック・リンク本編の主人公やルシフェルたちが生まれたわけですが、このプロットが世に出ないままではもったいないということから企画された朗読番組です。今の本編とはちょっと違う企画当初の構想を朗読番組としてお楽しみください。それでは スタート今日も何事もなく一日が終わったか誰もいない礼拝堂で俺は思わずつぶやいてしまった孤児院の前に捨てられて数十年生まれ育った孤児院に隣接した教会で俺は今神父見習いとして住み込みで働いている 孤児院と教会から離れた場所で生きていこうとは思わなかった。理由を問われれば、特に何の取り柄もなかったことが一つ。二つ目が、孤児院へのささやかな恩返し。そして、後輩にあたる孤児たちの面倒を見てやりたいという思いから、成人を迎えた後も、なんとなく孤児院に居残ることに決めた。それから早半年。 今は住み込みの新婦見習いとして間借りしている立場なのでちゃんと家賃や食費油代やろうそく代洗濯代は払っている乏しい見習い手当と町でたまに引き受ける半端仕事の報酬をやりくりしながらだけれどそれでも俺のお金が幼い孤児たちの食費となるのなら払いがいがあるというものだった 今も誰もいない礼拝堂で一日の終わりに祈りを捧げているけど俺には熱心な信仰心があるわけじゃないもちろんこうやって普通に生きていられることに対する感謝の心はあるでもこの世界の神様ってあれだからな信仰心が湧きようのない理由は 俺がこの世界に転生した時まで遡る。孤児院に捨てられる赤ん坊となる前、つまり、俺の前世の話。俺は横断歩道を渡っている最中、そこに突っ込んできたトラックから少女を助けるために跳ねられてしまったのだ。ああ、短い人生だったな。そう。 死ぬ覚悟をした瞬間、俺は真っ白な空間に立っていた。あここは、俺は死んだんじゃなかったのか直前の記憶を思い出している俺の前に、知らない少女が現れる。トラックから助けた少女とは別人だった。助けた子の方が、純真そうで可愛かったし。 けれど、目の前のどこか残念そうな少女が口を開く。あんたは死んだの。魔王と戦うためのチート能力をあげるから、世界のために頑張ってね。それだけ言うと、少女は消えてしまった。早や進展早いや、もう少し詳しい説明をくれよそして楽に暮らせるようなチート能力も 無限の収納力を持つアイテムボックスとか、どんな怪我や病気も治せるポーションとか、地球のものを取り寄せられる異次元ネットスーパーとかしかし、俺の絶叫も虚しく、次に目を開けたとき、俺は教会の前に捨てられている赤ん坊になっていた。バブバブ。デニュージーかよそして確認したステータスは、 勇者国にバレたら使い捨てにされそうな肩書きだな。よしなかったことにしよう絶対秘密そんなことを思いながら次にスキルを確認してみると。なになにスキルコピー効果はえっと。一線を超えた女の子のスキルをコピーできる。 だとまず、一戦って何しかも乳幼児には何の意味もないし、そもそも成人して素敵な女の子と出会えたとしても、その子が魔王を倒せるようなすごいスキルを持っている確率なんて、一体何パーセントなんだよよし、決めた。俺は無能な一般人だ。ごく普通の神父として、ささやかな一生を送ろう。こうして俺は、 勇者として転生させられたにもかかわらず、ひっそりのんびりと第二の人生を生きることに決めたのだ。そして十数年の時が流れ、俺は今、礼拝堂で神様に祈る。もちろん、自分を転生させた、荒れな女神じゃない、本物の神様に。早く一人前の神父になって、 発球の見習い手当じゃない、正規のお手当がもらえますように。神様、どうかよろしくお願いしますもう何百回目になるかわからない、祈りの言葉をつぶやいた時、だった。見上げるほど高い場所にある礼拝堂のステンドグラスを突き破り、天から少女が墜落してきた。 えっと、これが、ごく普通の青年と、ごく普通の少女の、ごく普通の出会い。ただ、ほんの少し普通と違っていたのは、その少女の背中には、漆黒の大きな翼があったこと。いや、どこがほんの少しだよ どうして受け止めずに避けるのだ自分で自分に突っ込んでしまった俺を床に激突して鼻の頭をすりむいた少女がキリッと睨み上げてくる。そっちこそどうして翼があるくせに落ちてくるんだよ、ねねねねね、ま、まあいい。お前、我を養え。はあなんで俺がだって、 ど天使だもんひとまず割れたステンドグラスをどうにかしようと俺が掃除を始めた頃血相を変えた教会のシスターが礼拝堂に駆け込んできた今の音は何ですかえその人は驚くシスターに俺はどうしようかと慌てるあ,あいや あ、その、ちょっとした知り合いで。どうやって説明したらいいんだいきなりステンドグラス終わって落ちてきたなんて。そんな俺をよそに、少女は会話に入ってくる。今日からこいつと一緒に暮らすことになった。ルシファーだ。我のために尽くせることを、えいよに思うがよい。えっと、 胸に貧乳の祝福を授かってしまった哀れな人間の女よ <laughs> 勝ったな,なんですってその瞬間神に仕えるものとは思えない殺気のこもったシスターの視線がルシファーを襲ったはぁ、あ、我を助けろ男はぁ、あ 突然の出来事の連続に、もうどうしていいのかわからない俺は、睨み合う二人に挟まれながら、先ほどまでの平穏な日常を送れなくなったことだけは理解したのだった。こうしてルシファーは、俺やシスター、そして孤児たちと一緒に、教会で暮らし始めた。しかし、本人は宣言通り、俺にお世話をされる気しかなく、地堕落で、 本放なルシファーの面倒を見ることになった俺は、毎日文句が絶えなかった。けれど、数日が過ぎた頃、俺はあることに気づく。もしかして、これってどうせだって、一つ屋根の下だし、しかも可愛くて、胸の大きな年頃の女の子と。あれけど、そもそもどうしてルシファーは、 天から落ちてきたんだ三日後にして、あまりにも遅すぎた質問だった。ふむ、よくぞ聞いてくれたな、下僕の男よ。あのクソ女神め、何がその胸の大きさは紛れもなく罪、凶満の罪で天界追放です、なのだ自分がちっぱいだからって、ただの八つ当たりじゃないかつまりルシファーは、 天界ををめている女神にに理由に追放されたと絶対それだけの理由じゃないと思うんだけど女神って俺の見たあの残念な女神と同じ存在なのかな俺の疑問をよそにリシファーは話を続けるとりあえず展開に戻るためには得ポイントとやらを貯めることが必要なのだ。 中でも勇者と協力して魔王を倒せば特大ポイントを得られるのだ。勇者って。俺はいつか見た自分のステータスを思い出す。おいおいおい、この展開はまずいぞ魔王退治なんて絶対にごめんだ俺は死がない一般人として生きていくってもう決めたんだからな まさかルシファーは本気で魔王退治になんて行かないよな行くわけがなかろう急いで展開に帰ったところでどうせまたあの女神の子守りをさせられるんだせいぜいあの小娘女神が人並みの分別を身につけるまで地上世界でのんびりしてやるのだというわけでこの先もよろしくな <laughs> そ、そんなーそりゃ魔王大治よりはマシかもしれないけれど思わず大きな声を出してしまうと、突然シスターがドアを開けて部屋の中に入ってきた。住み着くのは構いませんが、無駄飯ぐらいは許しませんよ見なさいこの部屋の惨上をシスターの言葉に部屋へ視線を移せば、ルシファーがあちこちで食い散らかした、 ゴミやら洗い物があるわあるわ。俺一人では片付けが間に合わないほどに自堕落な生活を続けるルシファーの状況が散々な結果となって現れていた。それなんだよな。どうしてこんなに食っちゃねで怠惰な生活ができるんだよあだって、打天使だもん。 そういういい問題じゃないこうして俺と打天使と名乗る少女ルシファーとのとほほな共同生活が始まった。しかしその後ルシファーに続き打天使が二人三人と次々現れることになるとは俺はまだこの時思ってもみなかったのだった。 いかがでしたでしょうか。がででしししたたょう主人公、ステンドグラスを突き破って現れるルシファー、エンジェリック・リンクの世界のかけらが確かにここにあるようですね次回からは特別なサイドストーリーが始まります楽しみにお待ちください今回はルシフェル役三鷹リンがお送りいたしましたそれでは皆さんさようならー